越後平野の西にある、角田山山頂から望む平野を流れる信濃川と、阿賀野川の河口クリップ、越後平野周辺の地形図越後平野は、新潟県中部から北部にかけて広がる平野で、信濃川及び阿賀野川が運んできた土砂によって、作られた、氾濫源の中積平野である。ここには微光地の洗浄地や自然堤防の他に、砂丘が分布している。面積は、 約2000平方キロメートルで東京都の面積に近い。新潟平野や神原平野とも呼ばれ、本州日本海側の平野としては最大の面積である。日本海に面し、品野川と阿賀野川の流域に広がる。中央部では、弥彦山とニーツ丘陵に挟まれている。弥彦さんは、 新潟平野のどこからでも見通すことができ、ここではランドマーク的な存在となっている。また、近代までは型が多く存在したが、干拓によって大部分が消滅した。現存する型としては、鳥屋の方や福島方、酒田などが有名で、毎年渡り鳥が飛来するなど豊かな生態系が保たれている。一方、海岸には、 新潟砂丘と呼ばれる砂丘が発達している。かつて、越後平野は、この砂丘に囲まれた入り江であった。越後平野は、新潟神戸歪み集中帯の構造運動の強い影響を受けている地域で、特に人工運動の影響を大きく受け、厚い約150メートルの最大層圧を持つ沖、積層が形成されている。 この平野の品濃川流域地域と阿賀野川流域地域では平野の形成様式に大きな違いがある。品濃川流域地域の西神原地域では約8000年前にはサロマ湖のようなラグーンが形成され、その後品濃川からの堆積物などによりラグーンは埋め尽くされた。一方、阿賀野川流域地域では縄文海新規から 上流の小卓火山などを由来とした土砂により、堆積が進んだ。大規模な堆積は、約5350年前に起きていて、火災流噴火により、ただ見川がせき止められた後に決壊し、噴出源から約 150km 下流の平野部まで達した。日本海側気候に属する。陶器は、降雪が多く、山間部に近いところでは、 数十センチの積雪となるが、海岸に近づくにつれて、積雪量は少なくなり、新潟市などの海岸部では、雪がほとんど積もらない。冬の間は常に曇っていることが多く、晴れになることは少ない。逆に季は、降水量が少なく晴天が多い。夏季に吹く南東からの季節風が山脈を越えてくる、影響で、しばしば不塩現象の発生が見られる。 越後平野の水田風景大部分が水田探索地帯で、米の収穫が多く、日本有数の国草地帯となっている。微耕地では、梨、スイカ、チューリップなどの栽培が盛んである。南部では、かつて石油や天然ガスを多く産出していた。特に、ニーツ油田では、産油量日本一を誇っていたが、資源が枯渇し、現在は、 ほとんどが廃業している。越後平野はかつて水はけの悪い土地であった。水田は泥沼のような湿原で農作業のために腰まで泥に浸からなければならなかった。そしてしばしば発生する河川の氾濫の土に大きな被害を出し農民の生活は非常に貧しかった。しかし1922年に完成した大川津分水路や数々の排水路。 排水機場など大規模な治水工事の成果により、近年では大きな水害は滅多に発生しなくなり、水田は乾電化して、米の収穫量が飛躍的に増加した。米作に適した今日の越後平野は決して自然の恵みだけによるものではなく、人間の手によって作り出された部分が非常に大きいのである。ありがとうございます。